同志の死、不屈の迷宮。これあれか、落とし穴になるところだ。マップがもう完成されている。んでお前はキラーマシン2、キラーマシン2強し。まあまあ強いがちょっと弱いな。今の俺だったら楽勝だろうな。魔法にも耐性が、物理も効かなければ魔法も効かない。お、いいね、ロー全然違う。ルカニが入ると、上出来じゃんな。てかこれ宝箱とかあるのか、ちょっと調べる。え、嘘、あるのか。取っていかなきゃな。この手のところにはすごいものがありそうだぜ。すごいものがありそうな気がするぞ。もう舐めるようにマップを見るぞ。やっぱりドラクエのこの宝箱からさ、いい装備が出た時が、すごそうな名前を見た時が開けて一番心がワクワクする、そんな瞬間だと思う。あー、てかあれだな、この穴を、穴があると思うんだけど、この辺にあえて落ちたとこにあるわ。とりあえず1個はそこにある。モンスターないと落ちた。あー、やった、落ちたかったんだよ絶対。俺は来たもん。リングマスターズ、スーパーリング。何スーパーリングって、何スーパーリングって何か分からんけど、おなんか2個、女神の指輪、あれこと指輪。うー、なんだこれはよ、これは凄まじい。アルコとレピー回復だけでも強いのに、眠り混乱麻痺ガードだと、俺一生懸命麻痺のネタを作ったのがアホみたいだ。スーパーリング、様々な異常に強くなるスーパーネビは、これは最強だー眠り混乱毒猛毒幻惑麻痺休みを 50% にする。2個装備したら全部無効なんということだ。アレキサンドライトってなんだ、なんだこれは。これカジノで交換できた気もしてきたぜ。なかなか重いな。今の 2個をつければいい。2個を別々につければ最強じゃねえか。この乗り物はなんか落とし穴に落ちないみたいな効果があった気もする。そんな効果はなかったような気もする。やったぜ。いや全然いい武器でもいいからね、スキル足りくれるから。やるぞ。うわ、このウィーク今日が宝箱の数にカウントされているのか。まぐいよな。終わらないんだけど。元気100倍じゃ。なかなか強かったリンク、強し。俺たちの勝ちだ。ちょっとやめろ、来るんじゃねえよお前、無駄だったばっかだろうが。いや、あ、もう何なんだこいつは。戦い終わったところに来るんじゃねえよ。ほらほら、いいぞ。さあ進もう。やべ、ビッグマン来たか俺。うわー、ビッグマン。悪魔キラー、
落ちるんかよ。俺いい加減にしろよこのゲーム。あと宝箱が1個あるんで、なあ、ちょビッグマン出すな、ビッグマン行くぞ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 。ああ馬の踏んで滑って転んだ時だと思い出した。ビッグマン打たしてくれ。ローズタイプーン、いくぞ。おりゃ、カメ俺にいいとこ見させた。なんなんだここでもね。うるせえうるせえうるせえ。ああもう仕方ねえな、俺のビッグマンかわすか。しかもこれグループ3人いるぞ、これやるしかねえ。やめろ、うるせえうるせえうるせえ、早く見とけよ。こんな強いに決まっている。ん、いやこいつら耐性高いんだ、ほら見ろ154。待って、デュアルブレイカーで154ということは、デュアルブレイカーが500ダメージ出る相手ならば、柔らかい相手だったらおおよそ3倍のダメージが出るってことだ。待って、イオラってちょっと全然効いてないし、今とイオラは効いてるな。明らかにあれは炎耐性があったね。どんなもんや。やべ、60レベルだって高えな。違う耐性がある、明らかにあれは耐性がある。影系のモンスターは耐性あるってことか。こっちはみこいつらも耐性ある。落とし穴やめろ、落とし穴やめろ、落とし穴やめろ、落とし穴やめてください、落とし穴やめて。お、タラコだ。進化の隙、なんだよがっかりだな。ふざけんなよ。あ、でも俺近いぞ。うわ、くそ、森本さよなら。これで3個のうちの1個だぞ。結構大変だな。だからもうあれだよ、あのリングがあれば。いや、あのリング級のものがあと2箇所あるのか、お前強そうだな。え、ゲーミングキラーマシンが出た。やるぞ。ちょっと待って、こっちビッグマンさ、このサワイルキー強し、ギョ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 、これが本物のビッグマンでいる服ではない。ローズタイプーン、ロースタイフより俺のは強い。待って、イオグランデで見て223ダメージだったんですよ、イオグランデで。イオグランデより俺の威力の方が強いところ見せてやる。イオグランデよりも強いんだ。イオグランデは強いに決まってるだろ。60万円というショットだから炎耐性なんだよな。心モンスター耐性高い、キラーマシーンも明らかに耐性が高いだろう。例えば覇王山だとかも全然効かないと思う。ビッグマンより強いじゃねえかよ、どうなってるんだこの世界は。やったわ。覇王山が光った属性だからね。覇王山は全体攻撃だぞ、ビッグマンはグループなんだぞ。だからもっと強いに違いねえ。このゲームはゲームバランスがうんちなんだよ。だからうそでしょ、ちょっと待って、1個目の試練の2面があるだと一生遊ばせるつもりか。一つ目の試練なのに、おお、なし。
頬の水滴ちょっと影がちょっと待って、あるんじゃないの。あー、つい6個もあるだって。でもなんか数が多くても結局、本命は1個とかなんだよな。ただ本命はあるはず。ほら見ろ、頬の水滴あるのがあるじゃん。で、これ偽物なんだよ。こっちが本物なんだよ。ほら、裏に回り込んだらあったぜ。え？トラコに話しかけた。神に話しかけたのか。ラーの水、何これ意味わからない。ラーの雫って何？ラーの鏡は液状化して、ラー油か。ドラゴン系か、炎耐性ありそうだぜ。だがちょっと待って、試すぞ。見たか、ビッグワンの強さを。恥ずかしすぎる。あまりのビッグワンの破壊力にパンツのゴムも緩むよな。やったわ。なかなか神上がらねえな。聖女が、聖女がさ、あのオーラをまとったときにクロスマダンって言われてるぞ。やべえ、サトルだった。くそ、やべえ、楽しすぎる。やっぱり空を飛ぶって楽しいな。絶対ここだって。ここだよ、ここ。ほら、来た。で、これ、トトシが後ろにいっぱい、なんか、盗塁とか落ちてきて。ティリンってなる。UFO の兜！グレイグか。HP がかなり上がる。強化もできる。強い。かなり硬くなるぞ。メタルキングヘルマいらなかったんだな。お、見つけたぞ。いやー、分かりづらいとこに配置されてるな。割ともういい兜拾ったから多分あとはしょぼいぞ。メビウスの盾だと。やばそう。オーガシールドは超えないでくれ。うわー、オーガシールドを超えてきた。すべての属性ダメージを 10% 減らすだと。しかも戦闘中に使うと自分の体質を上げるだと。やべえ、英雄。いや、デルボのデルボロが良すぎる。外れがあんまりない。水星の剣ビリオンダガー。ビリオンってミリオンダガーとかあったっけ、これ。スーパーダガーって何？水骨エマも、シン・グリンガール。リュウグジロウ、グラビティアクス。うわー、やばいっすわ。まずビリオンダガー、ミリオンダガーを使う。何ビリオンって。最強の探検、無敵のブーメラン。なんで最強の装備にさ、属性をつけちゃうのかな。勘弁してくれ。いや、この杖は絶対的に強いだろ。あ、しかも作ったらプラスもクソもねえのか。作ったら勝ちなのか。進化の秘跡を2個必要とする。嘘だろ、進化の秘跡そんな必要だろ。待って、進化の秘跡ってでもカシロで変えた気がするな。シングリンガム。いや、これ、なんか弱い。なんで、とりあえず攻撃が落ちるんだけど。ローが爪を装備してるはずなのに5落ちる。なんでだ。意外とちょっと今の装備が
最強装備より強いのをすでに持ってるんだけど、どういうこと？え、どういうことこれ、なんだこれ、あのハテナハテナって何行くのこれ。もういいだろ、ゴールで。これ一番簡単だって言ってこれだよ。あ、最終部だ、やった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 、ついに俺はクリアしたぞ。よくぞここまでたどり着いた、勇者とその仲間たちよ。戦士さんだ。あんたはまさか戦士ネルセン？うん、私はネルセン、かつて老子と共に戦った男だ。私は邪神ニズゼルファを天空に封印した後、荒廃した世界を復興するためバンデルフォン王国を建てた。我が統治のもと王国は大いに繁栄し、人々はいつしか私をこう呼ぶようになった。偉大なる建国者、英雄王ネルセンと。そなたたちの中にもバンデルフォンゆかりの者がいるようだな。でもなんか回想シーンだけじゃなくて、ちゃんとこう4人のメンバーそれぞれ掘り下げていっていて、いい、ね、お前がかつての私と同じく勇者の仲間になったのは偶然ではなく運命だったのかもしれんな。ネルセンの子孫なの、グレイグは。時にネルセン様、あなたが伝説の勇者と共に戦ったのは遠い昔のこと。どうして今もこのような場所に？私は死の間際、いつか訪れるかもしれない邪神復活の日に備え、神の民と共にこの迷宮を建設し、強力な軍を隠した。そして邪神と戦う勇者が現れた時、その力になるため魂だけの存在となってここでお前たちを待っていたのだ。お前が勇者の名を継ぐ者か。確かに老子と同じ目をしている。この人さっきから地盤っぽい話をしてたけど、この迷宮はそれ自体が勇者を試す試練。よくぞそれを乗り越えた。褒美にお前の願いを一つだけ叶えてやろう。ただし私が勝つ最後の試練に打ち勝つことができたならだ。なんだと？この試練では自分自身を脅かす最大の敵、そう、お前の中にある恐怖が実体となって立ち塞がる。だがもしそれを乗り越えることができれば、お前は何者にも負けない強さを手に入れるだろう。では勇者よ、試練に挑みたければ私に言うがよい。恥ずかしい呪いにかからないから、こいつ嘘をつく呪いにかからないから。50回ぐらい話していい？さすがに寝るせはないか。髪型を笑うぐらいはな。じゃあ試合に挑戦するぜ。各自の戦闘中の行動を一手としすで、またそのタイプかよ。やれ、クロスマダンっていうの用意ができていれば。だったら俺が指令するぞ。やるぞ、行くぞ。まず俺だ。
パープルシャドウ。うぜえな。ここでミノルに倍切ると。ここです。明らかに通常攻撃してるから、スクルト。相手がどれほどかわからないんだけど、俺もう強敵を相手にしすぎてさ、なんてかっていうやつなのに無難な手でいきそう。まあ、こっから先は一気に殴っていくからな。影とかもうどうでもいいだろ、本体行こうぜ。本体に全身全力ぶちかます。なんて強さだ勇者、俺が勇者だ。グレイグを超えたな。クソ、グレイグはもし女だったらな。お先にどうぞ。すみません。いやこれ一点になるのか。そっか。やることねえや。やることないでござる。セリナにやることはないでござる。その時はホーリーライトを打ちましょう。結構強いかもしれないぞ。セリナに勝てよ。結構強いね。やべえ、連続攻撃だ。グレイグが硬くてよかったぜ。全身全霊で25ターンだっけか。どんぐらいやってんだよ俺。やべえ、痛えな。よし、最強時期をかます。いや、赤がってる、勝ったな。爆裂客だ。え、なんか俺強くない？あ、やべえ、なんで一曲で狙ってくるんだ。死んでしまったじゃないか、マルティナが。やべ、ゾーンだ。やべ、これはまずいぞ。飛べだ。死ねー。影もしっかりやんなきゃいけないの。やべ、なんか俺が強すぎる。ホーリーライト。やるじゃないの。結局一番強いのが全身全霊切りっておかしいよな。アルテマソードとか。よし、やったぞ。ミノリを見るとタイムリーだったぞ。これで25点以内に敵を倒してればシュラトップだな。さあ今回の結果は、よし、19点だ。やったーへへへ。いや、他の選択肢見てなかったんだけど、何があったろうな。私はこれまで大事にしてきた、とっておきねっちゃうんだ。え、いいんすか？めちゃくちゃ手垢ついてそうだし、折り目がいいページにさ、折り目がついてそうだしさ、もう多分パラパラパラってめくったらいきなり一番いいところはブッてめくれるタイプだろう。ネルセンのそういう癖がすごい分かっちゃうな。魔力の種。やべえすげえ、なんか試練1個頑張ってクリアしたのにエッチな本もらって終わったんだけど、他のやつ何て書いてあったんだ。エッチランどこ行ったの？俺が持ってる？やべ、俺が、え、どこ行ったの？エッチラン本は。エッチランが消えた！え、嘘だろ。エッチラン本が、
なんでないんだ。エッチな方来た。うわー、ゾーン突入率 5%、 普通に強くね。でもゾーン突入率俺が増えたってなっていう感じはする。そうだ、打ち直しが欲しかったんだよな。とりあえず100個買おう。値段一緒だろうね。何打ち出しちゃったんだよ。グレグの頭だ。あと盾もだ。もうお前のものばっかり、ずるいやつだな。盾は伸び率が半端ないから、これは打たなきゃな。HP プラス30の時点で強えよ、これ。なんで本を打ち直したらよりエッチになるんだろう。自分で書いてるってことだよな。過失してる、自分で。いや、ガキの頃やったわ。なんか知らねえけど、乳首のついてないさ、規制されてなんか、ツルツルのおっぱいに鉛筆でポッチを書いてた。でもなんか自分で書くといまいちダメなんだよな。え、足りなすぎる。やべえ、レベルが足りねえでござる。壊しちゃった。ちょっとエッチな方はどうだろう。エッチな方やばい難易度なんだけど、無理だわ。パンツでも打つべ。気晴らしに。は？真面目にしようとしろ。やべえ、うわ、やばい、金が足りないよ。アレキサンドライトが売ってるだと。ダークバター、いやー、無属性ブーメランきた。くっそー、ダークバターいるな絶対。いやー、これはさ、ザオラルがベロニカが使えるってだけでも価値があるぜ。っていうかさ、これ全員に持たしておくだけでザオラルが使えると言ってもいいのか。まあこれもまあクリスタルの方が強いわ。強化してもクリスタルが強いわ。待て、モンスターが落とすダークジャミラだと。やべえ、狙いて、復活せよ。モンスター落とす。グレートドラゴンが復活するせよ、落とす。グレートドラゴン復活の杖拷問して。ダークマターは？ダークマター落とさないの？グレートドラゴンか。これ神相当強くなったぞ。おそらく。多分どんなに強い武器が来ても属性武器だ時点で死ぬから。